毎度お疲れ様です、笹原です。今日は日の丸亭唐揚げ弁当でございます。日の丸亭って福島県内のチェーン弁当屋さんなんですかね。僕関西いる時は聞いたことなかったんですけど、なんか調べてたら福島県内にも3店舗ぐらいある、結構有名な弁当チェーンみたいですね。間違ってたらすいません。で、今日はそこの唐揚げ弁当、以前に高野弁当さんの唐揚げ弁当を買って食レポをしたんですけど、その時は結構爆盛りの唐揚げ弁当やって、この日の丸亭さんもなんか結構そういう似たような感じやって、そうだから食べ比べじゃないけど、ちょっと今回は日の丸亭の唐揚げ弁当をやってみようと思って撮っております。なので日の丸亭さん行ってみたいと思います。本日もよろしくお願いします。日の丸亭、ここです。日の丸亭、外観はこんな感じ。入りまーす。メニューはこんな感じです。そうですね、唐揚げ弁当一つと唐揚げのおかずで、ご飯が一つとおかずだけが一つ、はい、はい、お願いします。ちょっと待ってね、はい、おかずがあるだけ、はい、買いました。唐揚げ弁当とおかずの唐揚げ。ちょっと欲張ってしまった。普通の唐揚げ弁当に追加でおかずもくださいって言っちゃいました。今日休日やからちょっとつまみにもなるかなと思って。で、帰り道にちょっと酒屋寄ってなんか良さげなビール買って帰ります。ライフスタイル。はい。というわけで帰ってまいりました。日の丸亭弁当と、一番絞りの限定品。酒屋行ったらね、一番絞りの限定品が売ってたんで、もうこれしかないなと思って、あの限定とかにはめちゃくちゃ弱いんで、はい、めちゃくちゃ腹減ったからとりあえず食べましょう。よし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 、これです。これでも高野弁当さんと比べるとはみ出てるみたいなことはないですね。ちゃんと収まってる収まってる、このセットで唐揚げ弁当です。で、これが単品のおかず唐揚げ。何をしてるんだって感じだけど、まあまあ映えを気にする浅はかさ。よし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 。あの以前に黒ビール道っていう動画出したんですけど、その時にこの一番搾りのグラスも買ってるんで、このバチクソ最強コンボでいきます。よしよし、では皆様本日もお疲れ様でした。乾杯。いただきます。うめえ。痺れる。また普段そこまで一番絞りを飲まないんで、その比較っていうのがなかなか難しいんですけど、うまいうまいすっきりしてるな。すっきり、このちょっとパッケージに惹かれて買ったみたいなとこあるんで、戦略ですよね。さすがって感じですね。では唐揚げ弁当いただきます。いっぱい入ってるな。 1,2,3,4,5,6 個入ってます。6個、これぐらいの大きさのが6個入ってますね。胸肉ですね。高野弁当も胸肉やって、今回の日の丸亭さんも胸肉ですね。まあ多分胸肉の方が原価安いんやろな。でも全然パサつく感じもなくて美味しい。この日の丸亭さんの弁当は生姜が結構効いてる。ニンニクというよりも生姜の味がすごい鼻から抜ける。こうやってこぞって弁当を利用するのはやっぱりビールが飲めるからなんですよね。そうだからこのテイクアウトはもうこれが神ですね。で、このおかずを別盛りで一つ頼んだのはちょっとつまみにもなるかなっていう考えで頼んだんですよ。そう、まあ今日は休日なんでチートデーっていうことで、チートデーもう毎日がチートデーやんけって感じやけど、まあまあいいでしょう。カロリーオーバー OK、 酒かっくらい OK。 お疲れでした。午前中ジム行って結構しゃかりきやったんですよ。で、これですからねしゃかりきやってめちゃくちゃ腹減ってこれやってるっていう、もうプラマイゼロ、なんならもうマイナスみたいな。
まあでもそのマイナスの大きさがゼロに近いマイナスやから、それ筋トレなかったらもうダーってただただマイナスになるだけなんでっていう言い訳だけしときます。日の丸亭さんの唐揚げ弁当美味しかったです。そんなにパサつく感じもないし、あのこれ価格も560円、まあ今日は丸山選手が優勝したから500円やったけど、それでも560円でも安いですよね、このボリュームで。プラスでおかず頼んじゃってるからちょっと感覚がおかしなってるんですけど、でもまあまあ、 あの560円であの弁当やったら最高じゃないですか。であと日の丸亭の弁当屋さんっていうのはほんまに福島だけなのか、知ってる方がおればぜひ教えてください。ごちそうさまでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching my video. See you next time. チャンネル登録よろしくお願いします。ボーン。